にゃんぱすーどうも、皆さん、こんばんは。まさし、やむかきまさでございます。見てください、リーグスコア。あと1勝したら S マイナスということでね、5連勝中でございます。早速ね、もう運命を分けた、この天下分け目の戦いをね、見に行きたいと思います。ちなみに S マイナスは初なんで、ダイヤ10個、むかきにとっては超ありがたいね、ボーナスということで、早速受け取ります。まあ、マジで。いや、あのね、多分いける、この感じやったら、現在その、まあ、前回さ、あのね、ギリギリでって無理やったんですけど、まあいけるでしょ。やっぱ先生今ちょっとすごいね、温まっとるし、めちゃめちゃね、乗っ飛んで勝てると思います。さあ、早速行きましょう。まあ、ロジャーが、いや、ブラックロジャーがおらんかったら、戦える。誰や？ちょ、これ、マジで、おらんといてくれ。ほんまに頼む。変なやつ、これ。うわー。いや、でも、1体か。で、こっちのチームちょっと、うわー、よ、まあ、微妙いな。敵ガチガチじゃねこれ。ニカがクソ多いな。めんどくさいな、これ。え、まあ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 、いけるということでね、早速行きましょうか。まあ、ニカルフィとは言っても、所詮、キッズ。ね、大の大人である拙者は勝てないはずがないんで、行きましょう。いいよいいよ。星5ね、オッケーオッケー。で、敵のチームは。いけるんじゃん、これ。どうだろう、どうだろう。あー、いけるいける。よしよし。やっぱ、歌がさ、今さ、来とるけんね、リセマラの歌キッズみたいなのが大量発生しとんで、その分ね、戦いやすいんですよ。いや、やったら最近歌多いな、って思ったら、あれやったら、復刻しとったら、最近忘れとったやんな。めっちゃ歌発生しとんで。さあ、こっちのチーム2回おるけど、まあ、拙者がやろうか。オッケーオッケー。ほんならちょっとガチでガチに行きたいんで、あ、いいねいいね、歌しなきゃ。シーハラ取ってほしいけど、無理やな。いや、敵ロジャー出してないんか。先出しロジャー出してないんか、ちょっとあれやけど。まあ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 、いけるでしょう。まあ、いい販売ちゃうこれ。うん、多分ね、カードとしては、キャラとカードとしては、いい勝負すると思う。んー、ほうきょうきょうき、ビーハタ取られたんか。いや、これ、もう、いいよ、いいよ、結構買っとるよ。競り買っとんで、ちょっと C ハタ行ってほしいな、お前ら。それ、2人でやるんじゃなくて。誰もらんのこれ、戦車入ると思うな。これ、切っとろう、これ。あれ、誰ちょうだい。オッケー、これもこれで、こっちの方がしかも、え、これマジで山川の感じ。よし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 。おい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 、ちょっと離れ、旗取ろう、マジで。旗取ろう。おい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 、こいつは、ちょっと2回頼む、倒して。ちょ、あ、まあ、ギガントない感じ。なあ、ちょ、めっちゃ、あれ、ロジャーか。ロジャー無理なんよな。いや、ロジャー無理やな。あれ、旗取ろう。取らせてもしゃあない。シー旗取ろう。シー旗取ろう、ガチで。シー旗取るごとに、マジで、ガチ、行こう。ちょ、え、人気ねそれ。これもさ、いや、ムーブとして終わっとんな、これ。いいよ、クラッカー、これ寄せ。待て、これ寄せる、これ寄せる、これ寄せ。B 旗取り。いやー、ちょっと旗取ってくれよ。なあ、お前らどこ行っちゃうんだな。 C 旗を取れ。もう、いやー、待って待って、落ち着いて。どうしよう。いやー、一時でロジャーが来て一気にめぐられたな。まあ、これ取り返し。え、待って、これどこ取ったん。あ、上敵の方の B 旗取っとんか。オッケーオッケー、これ方で取るけん。よし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 。これ誰、これ撃った撃った。ちょっとな、ちょ、お前ら散らばろ。な、固まるな、バカ。あー、もうアホばっかりやな、ほんま。やっぱり低ランク帯はこんなばっかりですからね、普段から。さあ、ヒットロもこれ、吹っ飛ばし与えといて、すぐ戻れるようにして、忍のね、ダッシュ速度やったら抜けるんで、よし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 。間に合いますね、これ。ガンマナイフ間に合わせ。オッケー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 。ほんで、分装中なんで全然勝てるし、拙者舐めんなよ。忍使い最強っすからね。オッケーオッケー。これで、しっかりダメージ。枯れ山水置いて、これ枯れ山水さ、結構ダメージ入るのよな。これ、オッケー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 。剥がして、よ、クラッカーいいところに来た。キルは、お前、やらんわ。これ、拙者もんや。ちょ、拙者もんや。よせ。いやいやいや、お前、ここ、死働き固まるわ。まだ、100本ずついけん。オッケーオッケー。いいよいいよ。よしよしよし。待て、これ絶対拙者、キル欲しい。キルくれ！おーい！お前、マジで やるかこれ。やるか？もう、ベテランクの1、忍を舐めるでないでござるということで。さあ、回避使ったら、お前はもう終わりじゃん。おいな、こいつ、全然死なんないけど。さあさあ、どうする？オッケーオッケーオッケー。ご利用していきますよ。ほんならどうしよう。シガタ攻めよう、攻めよう、攻めよう。え、一人取られた、まずい。え、うわ、もう最悪最悪最悪。ちょ、待って、ちょ、これ絶対、あ、ナイスクラッカー、お前神か。よし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 。おちょ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 、お前抜かせるな、クラッカー。いける、よーし、オッケー。これで、おそらく、ランク上がったんじゃないでしょうか。連勝ブーストもかかるんで、まあ、MVP は無理なんですけど、オッケー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 。よし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 。オッケー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 。ほんで、で、連勝なし。素晴らしい。初の S 対ですね。あざっす。よーし。ちょ、スクリーンショット。あ、取れへんかったけど。よっけ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 。6連勝決まったな。よし。素晴らしい。オッケーオッケー。あざっす。ダイヤ中でかいな。いやー、ありがてえ。リーグ昇格。よしよしよし。やっとよ。ほんま、1ヶ月かかったわ。やってなかったもん、もうあるけどな。
でさぁ、あれなんよな、エースマイナス入ったが、もうこっから正直、敵は変わらんのんで、まあ、忍耐力じゃよな。で、S からね、もうほとんど多分、もう、拙者も、拙者の本若ともマッチするだろうし、S プラスとか言ったらね。いや、ほなけん、こっからは、まあ、運ないよな。もうおそらく、拙者の今パーティー100、これな感じなんですけど、ダメージが多分通らん。ほんまにサポートでやっぱ差が出てくるんで、ちょ、一試合行ってみようか。あのね、ソロモンやっぱりね、ダメージ通らんし、そもそもの、根本的に無理なんですよ。戦えんのんで。まあ、だから、次、なんか、超フェス、ダイヤ貯める時期かな。まあ、多分、ここがさ、多分、天井なんよな、現在のね、パーティーで。S マイナスが多分、ギリかな。S プラス、S、S まで行ったら、基本、まあ、どうだろう。まあ、いけると思うんよ。SS は多分、頑張ったらいけるけど、結構、だるいんよな。ほんまに、運も絡んでくるし、やっぱ、味方もバカばっかりやけん、ね。そのね、味方が弱い分、カバーできるほどのね、このキャラも強くないんで、そこいらなんよな。まあ、とりあえず一試合行ってみましょうか。どんな感じだ、S マイナスって。まあ、星5は当たり前か。ブーストしない歌、まあ、リセマラ歌の。でもあんまかな。多分 S ぐらい、まあ、星5全然多いやん。いや、まあ、ほやね、S プラスからやな。多分おそらく S プラスまでは、ちょっと、まあ、お試し期間みたいな。感じやろな。絶対そうなる。S プラスがやっぱりちょっとしんどいんよな。やっぱ100レベルもばっかりやし。ちょっとあれ、ロジャーのせいでそうなんよな。これ、拙者さ、これ、始めたんがね、これ確かね、白ひげが来る前ぐらいやったんかな。で、初めて単発で当てて出したんすけど、で、白ひげ最強やっていう環境の時やって SS んで、もうそっこりなんすよ。けどね、肉気、ブラックロジャーとかバカが出たせいで、もう完全にロジャーな、じゃあ、白ひげなんか勝ち目ないじゃないですか、これ、もう。そのせいで、こんなに最悪のことになっとうけんな、もうマジで。星4のね、白ひげのパパで、ロジャーと絶対勝てんけん。よしよし。やばい、ミスった。やばい、これ当たらんじゃな。当たるんかよ、これ。どうしよう。剥がしたくないけど、変化しない。オッケー、ジャストロジャーと。あ、もうこれでこれ予想。よし。もう、決めーなーくしょほんま、殺すぞ、ロジャー、ほんま、おもんないな。まあ、忍ぶとしてみるか。忍ぶも100レベルしたいな、そろそろ。結構、やっぱ、こいつはね、星5なんで戦えるんすよ。まあ、やっぱり、青やな。ロジャーに対抗するには赤、青、緑か。あれのどれかはやっぱ強くないといけないんで、まあ、忍ぶがちょっと、慣れないけどさ、カレーパンチ向けて、さ、どうする？もう、脳死ボッパに何があるぞ。さ、回避を。なあ、うるせえ、マジで。あ、ぶつきた。これほな、一発でいけるかな。取り弱いけど、ちょ、ロジャー怖いわ。オッケー、ジャストガチャ、ここからね、枯れ山水敷いて、4。まあ、うるせえ、こいつら。これ絶対ゴキベル回避してるわ。ほら、もうほらほらほら。このね、枯れ山水敷いたら、絶対みんな回避で突っ込んでくれんよ。その回避を釣るタイミング、この枯れ山水ね、地味に、回避のタイミングがむずいんで、その、ミスるんよな、みんな。だからこういう風に回避を削って突っ込んでくれる。もう領域展開っすよね、マジで。さあ、これもう、星4の分際で来んなよ、これ。さあ、じゃあ、もう撃ってもう余計なことすんな。いや、ブースト来たぞ、お前、それいけるんか？オッケー、ナイスナイス。時間稼いでいけ。オッケー、さあ、フォロワーは、もうこいつほっといても勝てるんで。おいおい。パーシー、おし、お前、脳死脳死、脳死歌が、いや、歌多すぎだろ。いや、夢レフィー欲しい。ちょ、これ、キルいただいていいっすか、拙者。ポイントない。あ、止まった。ほんなら、A 旗も取っとうし、上行きたいけど、上はただ、キットローがおるけんな。まあ、キドロー行ってもいいか、いっか。ああ、今の接して勝てるっすからね。忍ぶ舐めんなよ。忍ぶ、あれやな。だいぶ使い方慣れてきたな。普通に超ヘソも倒せるわ。ほんなら、ガラ空きやんけ。これは取らなきゃ損損ということで、相手のチームは味方やな、あれ。オッケーオッケーオッケー。下が手薄いけど、相手の経験、敵もほとんど全滅しない。ここ全部取ったろ、ほんなら。オッケー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 。真ん中取られるのきついな、あれ。いけるいける、上取ったいける。上誰が切る？あ、トラファルガーロやったら、いける、殺せる。よしよしよし。おしかも、旗を優先せず、戦車のキルを優先するとは、なかなか愚かなんでしょう。これ取り際に来ないぶち込む。来ないぶち込んで。オッケー、一撃ですね。ついよ。わあ、これなんすよね。わあ、お前はいつも遅いね。よしよしよし、これは勝ちっすね。もうこれは放置でいいでしょう。あ、S マイナスも。あれっすね、大したことないな。オッケーオッケー、勝ち勝ち勝ち、素晴らしい。拙者がうますぎますね。S マイナスも大したことないわ。ああ、やっぱり S プラスからなんよな、結局。S マイナス S は雑魚なんで、まあ、そっからやな。ロジャーがと、なんこれ、え、あれなんでこれ B とかおるんこれ。あれ、あ、ほうか。これあれか、最初駅ボットマッチなんか。いや、でも、ねえ、あのトラファルガーローの動きからして、ボットじゃないのが確かなんで、
なんだこれ。なんか7連勝やな。オッケー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 。どうしよう。干したら、なんか10個もらえたしな。記念なガチャでも聞こうかな。いや、引きたいけど、マジでもったいない使い方したらいいよな。飛んだらこれで、あー、オッケー、S マイナス上がる。オッケー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 。で、これで3個か。いや、オッケーオッケーオッケー。よし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 。あ、よかった。えぐえぐ。え、ちょ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 、ガチャなんか今インキ取るかな。いや、今インキじゃないな。あー、星4キャラ2体確定のガチャ30で引けるんか。いや、でもこれは、ちょ、ごめん、みんな聞かんねえ。ほんまにこれ、さすがに、無課金なんで、ダイヤ補充できんのんすよ。ダイヤ1000個ぐらい、1000個オーバーぐらいまで貯めたいんで、ちょっとごめんなさい。今回はちょっと S マイナス記念なんですけど、引かずに放置でいきたいと思います。はい、てな感じでね、やっと、ようやく S マイナスいけたんで、もうちょっとこれからね、バシバシやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。